学級活動とホームルーム活動は生徒が過ごす学級やホームルームにおける教育活動、学習活動のことである。しばしば学級活動は学活とホームルーム活動は HR と略される。日本では学級活動が初等教育の過程と前期中等教育の過程で行われ、ホームルーム活動が後期中等教育の過程で行われている。 日本の学校における学級活動、ホームルーム活動は、正規の教育課程の一部であり、すべての初等教育の課程と中等教育の課程で実施されている。学級活動、ホームルーム活動に関する教育課程の基準は、文部科学大臣が公示する学習指導要領に定められており、学習指導要領では、学級活動、ホームルーム活動を特別活動の1、 活動としている学級活動、ホームルームの具体例としては、学級、ホームルームや、学校の生活の充実と向上に関する、話し合いの活動、学級内の仕事の分担処理、自主的な活動としての係り活動、学級の全員が集まって、催し物を行う集会活動、児童、生徒に有益な情報を提供し、学習、進路、勤労、 人生などに対する施策を促すガイダンス活動などが主にある。ガイダンス活動については生徒の自主性や主体性を伸ばす観点から1990年代後半から特に注目されている。学級活動は1992年4月1日施行の学習指導要領によってそれまで初等教育と前期中等教育で設けられていた学級会活動と 学級指導が統合して成立した。学級会活動は、児童、生徒の自発的な運営を中心とする活動であり、学級指導は、主に学級担任やホームルーム担任の教員の運営を中心とする活動である。二つとも学級に関する活動であったが、1980年代以前は、活動の主体ごとに区分がされていたのに対して、1990年代からは、 活動の主体による区分がされなくなった。ホームルーム活動は、初等教育と前期中等教育において、学級会活動と学級指導が統合した際に、それまではホームルームと呼ばれていた活動を解消したものである。ホームルームは、後期中等教育において、ある程度の独自の発展もあったものの、内容は、学級指導とほぼ同様の事項を生徒が中心と、 なっていっていくというものであった。また、朝の授業開始前と夕方の授業終了後に、連絡や生活指導を含めたホームルームを行う学校がほとんどである。これらは、短学かつ、SHR、長学かつ、終わり学かつなどと称されると呼ばれる。小中学校では朝に行うものを、朝の会、夕方に行うものを、帰りの会や終わりの会と称する場合が多い。 学級活動とホームルーム活動については学習指導要領に次の通り定められている。学習指導要領が適用される学校種における教育は国立学校、公立学校、私立学校の別を問わず学習指導要領より基準を満たすものとされている。中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の中学部、高等部の学級活動、 または、ホームルーム活動においては、学級、または、学校における生徒の基礎的な生活集団として、編成したホームルームを単位として、学級、ホームルームや、学校の生活への適用を図るとともに、その充実と向上、生徒が当面する諸課題への対応及び健全な、生活態度の育成に資する活動を行う、こととされている。学級、ホームルームや、 学校の生活の充実と向上に関すること。個人及び社会の一員としてのあり方、生き方、健康や安全に関すること。青年期の不安、悩み、課題と、その解決、自己及び他者の個性の理解と尊重、社会の一員であることについて及び、社会生活における役割についての自覚と、自己責任、男女相互の理解と協力。 コミュニケーション能力の育成と望ましい人間、関係の確立、ボランティア活動の意義の理解、国際理解と国際交流など、心身の健康と健全な生活態度や習慣の形成、確立、性的な発達への適応、生命の尊重と安全な生活態度や習慣の形成、確立、学校給食と望ましい食習慣の形成など、 学業生活の充実、将来の生き方と進路の適切な選択、決定に関すること。初等教育と前期中等教育の学級活動については、指導要録に記載する表情の行い方が文部科学省の通知におおむね示されている。学級活動の表情については、児童、生徒が話し合いや係りの活動などを進んで行い、 学級生活の向上やより良い生活を目指し、諸問題の解決に努めるとともに、現在及び将来の生き方を幅広く考え、積極的に事故を活かしているなどの活動内容の趣旨に照らして、十分満足できる状況にあると判断される。場合には、丸印を記入することとなっている。通知表にも同様の事項が記入されることが多い。なお、 後期中等教育のホームルーム活動については、生徒会活動や学校行事とともに、特別活動の記録として記入される。記入されるのは、諸活動の状況についての主な事実及び所見であり、所見については、生徒の長所を取り上げることが基本となるよう留意される。したがって、丸印の記入のような活動内容の趣旨に照らした表情は一般的に行われない。 学校教育法施行規則と学習指導要領に基づいて小学校、中学校、高等学校、中等教育学校などには学級活動の時間、またはホームルームの時間が設けられている。これらの時間は各学年ごとに35単位時間設けられるのが条例である。一般的に週あたり1単位時間割り当てられるほか、学期代わりの時期や始業式後や、 就業式後の学級活動の時間も、総時間数に繰り入れられることが多い。朝の会、帰りの会、山田雅彦東京学芸大学、ありがとうございます。